馬取り達也。最後に切り札を出されましてドームを、あ、どうも、これがあればなんとかなるんじゃないかなということで、まあ練習はできる環境にはあるなとは思いました、はい、説明をされたわけですね、このお二人、そして皆さんどういうことを説明されて手応えはいかがでしたでしょうか。町のことだけお話をします、はい、もう現場はまず2月に清水監督来られて見られて、さっきもおっしゃってましたけれども、伊豆市グラウンドどこがグラウンドでどこが田んぼやわからん、で私が話をしたのはひたすら豊岡がどういう町かというのです。で、河野との野生復帰を一心不乱に進めてきた町だとか、上村直美さんのふるさとで挑戦する人たちを応援しているところだとかというのをお話を、まあ、一心不乱にしました。結構ハートが通じ合ったような感じが4月4日していただいた時にしましたね。で、河野の里公園で祭りの話をして、それで野茂さんに、野茂さん、私はこれから外に出るとマスコミの方々が待っておられると、で、野茂さんがどういうふうに言われたかを伝えなければいけません、で、こう伝えていいですかと聞いたんです、はい、で、河野鳥をはじめとする豊岡の祭りに評価をいただいたと言っていいですかと言ったら、野茂さんが評価ではない、感動したと言ってくださいとおっしゃったんですね。で、それがすごく嬉しくてですね、やっぱりあの私の投げる直球ってひょろひょろした直球なんですけども、直球だなという気がいたしましたここで、ちょっとその選手の方々にちょっとこう質問をさせていただきたいんですけども、はい、あのこの城崎に来られていろいろとこの豊岡のおいしいものも召し上がってますか。食べさせてもらってますおいしいですか。おいしいです。ちなみに何が好きですか。食べ物は、好物は田島牛。あ、田島牛を食べてまたご視聴されてありがとうございます。やっぱりこの豊岡に来て皆さんが応援してもらってるという気持ちも忘れずに、その期待に応えてほしいっていう今の気持ちを忘れて頑張ってほしいと思います、はい、まあ、毎年一人でも豊岡から、ドラフトされる選手が出ることも期待してますし、豊岡市代表で年最後も出たいですし、いただければありがたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。107番と66番です。107番と66番
16番です。